このジムバトルでの最初の相手です。確実に勝利をものにしたいところ。さあまずは、おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、自爆した。急所に当たった。ダウン。あーっと、両者ともダブルだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでミュウの登場だ。ここでカメールの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。戦う構えに入って、さあ今度は激しく当たった。さあこの場面で、よし、当たった。さあ熱戦が続いております。さあここで一撃。さあこれはいい感じの当たり。両者とも大健闘です。ここで体力回復だ。さあ今度は、よし、片やまだ余裕しゃくしゃく、片や疲れを見せております。ここでサイコキです。よーし、ヒッ。あーっと、ガッツか。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでアズマ王の登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。いった、いい当たり。さあこの場面でまずまずの当たり。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。激しい攻撃。よし、当たった。さあここでいい感じの当たり。さあ激しいバトルです。これはどうだ。よし、あーっと、ダウン。ここで試合終了。このジムバトル、2人目の対戦相手はどのような戦略で来るか。頑張って勝利したい。戦う構えに入って、ここで10番ボルトだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おっと、煙幕を張った。おっと、命中率がダウン。
さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこの場面で鋭い当たり、おっと毒々攻撃、相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。体力の差がついております。おっと捨て身タックル、いい当たり、あーっと力尽きたか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでピッピの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さあこれは大きなダメージ、おっとフラッシュ攻撃、おっと効かない。さあ熱戦が続いております。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。さあ今度は、おっと特殊能力がダウン。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここでサイコキです。まずまずの当たり、さあここでよし当たった。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。激しい攻撃、よしヒット、あっとダウン。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここで丸投げの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあこの場面で、おっと失敗、ここで自陣攻撃、弱点をついた。さあ肩や体力的に押されている格好だ。さあこれは技がうまく決まりません。いったー、狙い的中、おーっとダウンだ。ここで試合終了。さあどんなバトルを見せてくれるのでありましょうか。おっと電気波、おっと麻痺してしまった。おっと麻痺して動けません。互いに出方を伺っているというところか。さあこれは急所にヒット、おーっと地中に潜ったぞ。さあ熱戦が続いております。ここでポケモンをチェンジだ。ここでミュウの登場だ。おっと今度も動けない。
さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで再起きです。狙い的中。おーっとダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでドクラゲの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。おお！おっと特殊能力がダウン。さあ今度はリュウジ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。激しい攻撃、効果は抜群だ。バーッとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでカメールの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃鋭い当たり。さあここで急所を捉えた。両者とも大健闘です。これはどうだ。大きなダメージ。ここでダウンです。ここで試合終了。